すする TV ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はですね、今年一と言ってもいいんじゃないでしょうか、超絶期待大の醤油ラーメンのお店、こちらです。東急東横線祐天寺駅から徒歩10分くらいのところにありますラーメンブレイクビーツさんにお邪魔してます。こちらブレイクビーツさんは今年オープンした比較的新しめのお店で、オープンしてすぐにね SNS 界隈でもうすごく流行ってまして、もう速攻で話題点になっていたので、私すするももちろんしっかりとチェックしていたお店だったんですけども、まあオープンからね半年ほど経ちまして、そろそろ落ち着いた頃かなとか思って今回ね訪問させていただくことになりました。もう本当今年の上半期で、ね、最も話題になったお店といっても過言ではないので、早速向かっていきましょう。というわけで本日のお店、ラーメンブレイクビーツさんですね。店主さんがね、なんと独学でラーメンを作っていらっしゃった方らしく、もともとはねカナダの方で、別のねもうラーメンとは関係ないもう料理のシェフをやってたらしいです。でまあカナダとかね、そのロックダウンとかでちょっとお店とかも開けられないってなった時に、家で自作ラーメンを作って、それをねこう研究し続けて、今回のねブレイクビーツさんをね出店したということで、やっぱラーメン屋さんといえばね、こうどっかのお店で修行して、そこのお店にこう近い味を出すお店だったりとか、ちょっとそこにねオリジナリティを加えてだとか、そういうお店が多い中、独学でっていうのはねちょっと非常に魅力的だなと思いますよね。で今回のねラーメンブレイクビーツさん、祐天寺駅から結構歩くんで、夏なんでちょっと暑いですが、いい運動だと思って頑張っていきましょう。行きましょう。暑い。さあというわけでね、10分ほど歩いたの塩焼くお店前到着しました。意外とやっぱお昼終わりだからか、行列もなく、店内もそこそこ空いてますね。というわけでブレイクビーツさん楽しみですね。レッツゴー。さあラーメンブレイクビーツさん出店です。今回は特上醤油ラーメンと炙りマヨチャーシュー飯をプッシュしました。おつまみセットや日本酒、ワインもあるので、シックでおしゃれな店内で少し飲んでから締めにラーメンをすするなんてことも可能。めっちゃおしゃれ空間です。果たしてどんなラーメンなのか、ワクワクしながら待ってるぞ。こちらがラーメンブレイクビーツさんの特上醤油ラーメンです。ほわーん。まるでアートのような美しいビジュアルで、綺麗に整えられた麺線、そして特上にしたので豪華なトッピングで盛り付けもビレイ。これは食べるのがもったいない、いやむしろ食べさせてくださいよってことで、いただきます。ではまずいい香りのするスープから、ちょめめい。九州の食材をベースとしているというスープには、幻の地鶏と呼ばれる天草大王を中心とした様々な食材を使用し、コンソメスープ風に仕上げているとのこと。洋風なエッセンスを感じつつも、ベースとなる天草大王の存在感、さらに昆布の力強い旨味が甚大で、醤油もキレキレな一口で心をつかまれるぶっ飛ぶうまさ。さてお次は麺をリフトアップして 1,2 のスズル。あらーん。麺は三河屋製麺製の中細麺で、中細ながらももっちりとした食感をしっかりと感じられ、スープの持ち上げも無尽蔵の良さを誇る。突き詰めていってしまえば、持ち上げというより一体となっているという方が正しいぐらいの大同団結さで、これはもはや神がかっている。海苔の磯貫くんももちろんその中の一員だし、お初にお目にかかるフライドえのきもスープに第三の旨味をプラスしてくれます。さあ今度はチャーシュー。まずは鴨チャーシューから食らってみると、下処理がしっかり施されているので癖もなく、丸みのある美味しさを堪能することができる。そしてお次に鶏チャーシューを食らってみると、しっとり食感でスープの醤油味をまとい、これまたビビー。どこまで完璧なんだこのラーメンは。それではいよいよ炙りマヨチャーシュー飯に手を伸ばして食らってみましょう。おほう。炙られたチャーシューの香ばしさに甘辛いタレ、そこにマヨの甘みと酸味が加わるプチジャンクな味わい。味も濃すぎず薄すぎずのベストなバランスで、香ばしいチャーシュー自体もめっちゃうまー。繊細さを持つラーメンとの対比がまた素晴らしいです。さあチャーシュー軍団ラストはせせらぎ豚のスモークチャーシュー。しっかり燻製の香りがついていて、薄切りなのにジューシー。そしてワンタンも皮はもっちりで肉はジューシー、生姜の後味がスッと気持ちいい。今日は最高のラーメンとご飯もののサイドメニューで優勝。ラストは黄身が濃厚な一級品の味玉に舌鼓を打ちつつ、スープを必然完飲すれば本日も完食です。いやちょっと待つんだ、俺はまだ参る、回せてくれ。
というわけでラーメンがあまりにもうまかったので今度はつけ麺をオーダー。出来上がるまでつけ麺の食べ方を読みながらおとなしくしていましょう。お、来た来た。あ、ありがとうございます。こちらがラーメンブレイクビーツさんのつけ麺です。どう、麺は昆布水に浸かっており、これまた麺線がきれいに整えられている。そしてキノコたっぷりなつけ汁からは芳醇なキノコエキスの香りが漂いまくっているぞってことで、いただきます。ではまず昆布水に浸かった麺から。ラーメンとは打って変わって平打ちの麺がプリッと心地いい食感で、文字を乗せてすすればこれだけで一つの料理として完成してしまうほどのうまさ。それでは続いてつけ汁にさっとダイブさせて、よっしゃ、スズル。なん、つけ汁はラーメンよりさらに強く醤油が効いており、ビシンと強い当たりの返しに加えてキノコの芳醇な香りが鼻孔を突き抜けてフラヤウェイ。ラーメンとは全く別物ながら、こちらも違う山の頂点を極めており、あっさりとしていながらコク深く、醤油の旨味の強さで麺を食わせてくれる。つまりは単純にうますぎるってことで、たっぷりなキノコちゃんもパクパク食らっちゃう。さらにラーメンにはなかったメンマも入っており、出汁が効いていてこいつもうめえ。てな感じでチャーシューもデフォで2種類入っているというお得感を浴びながら、2杯目でしかも丼物も食べた男とは思えない勢いでどんどんすすっていく。後半戦は麺に柑橘を垂らして後味にさっぱりとした清涼感を得れば、俺には好きなし敵なしもみあげなし。最後は昆布水をつけ汁に入れてスープ割りで締めましょう。とにかく芳醇な香りとたっぷりな旨味で、これもまた一つの料理としての完成形。ノンストップでググイと飲み干してしまえば、本日もこれにて完食です。大変美味しくすすれました。ラーメンミニ丼、そしてつけ麺といただき、次は塩ラーメンもすすって全メニュー制覇を目指したいと思えるほどうますぎるうまさ。ありがとうございました。ブスレア、はい、ごちそうさまでした。というわけで、ラーメンブレイクビーツさん行ってきたんですけども、めちゃくちゃうまかったですね。世の中が明るく見えますね。はい、めちゃくちゃうまかったわ、本当に。なんだろうな、何から話すんだろう。まず醤油ラーメンいただきまして、一口スープ飲んだ時のあの衝撃結構すごかった。近年稀に見る衝撃だったな。なんか店内に書いてあったなんかリーフレットというかね、スープとかこんなもの入れてますよみたいなのには、鶏がベースのスープになってますみたいな感じだったので、なんとなくこう自分の中で味を想像してたんですよね。鶏と醤油のラーメンの味なのかなみたいな。でも結構なんか店内とかすごい香りが豊かな感じなんですよ。すげえ芳醇な香りしてて、なんかそれ以外のものも入ってそうだなっていう雰囲気ありつつ、スープ一口飲んでみたら見事に持ってかれましたね。めちゃくちゃ深みのある芳醇なこうキノコの味というか、後から聞いたところによるとね、その表面に浮かせた鶏油の他にもちょっとこうキノコのエッセンスも加えてるらしくて、それがこう見事になんていうかスープとそう鶏油と調和してて、めちゃくちゃうまかったな本当に。いわゆるああいう醤油ラーメンで久しぶりに感動したぐらいの感じでした。本当にめっちゃうまかった。トッピング類の安定感もありつつ、麺もねしっかりとこう張りとコシ両方をね共存させたような、なんかスープの吸い付きが良かったんだよな。なんか麺がちゃんとこうスープを乗せてくれるというか、もうなんか本当火の打ち所のない完璧な一杯という感じでしたね。本来はね、あのラーメンとあの炙りチャーマヨ丼で終わりにしようと思ってたんですけど、ちょっとラーメンがあまりにもうますぎたのでつけ麺もいっちゃいまして、つけ麺はまたこれ醤油のパンチをねビシッと効かした上で、さらにまたこれまたキノコの旨味がしっかり溶け込んでいて、いわゆる鰹昆布水に、ね、麺が使っていたりと、今っぽい構成ではあるんですけど、やっぱりなんだろう、もう元その店主さんが、ね、料理人ということもあって、キノコの使い方がうまいというか、あんまり今までねラーメン業界にはなかったようなうまみをね感じることができましたね。あ、なんですかね、すごい新しいのにしっかりうまいっていう、いやうまかったっす本当に。めちゃくちゃ良かったっす本当に。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッシュフレーズ、ラーメンブレイクビーツさん、ラーメン界の常識をブレイクビーツや。めちゃくちゃうまかったです本当に。最高でした。ごちそうさまでした。